正解への道。アテナを撃ったサガ、シュラ、カミウ、彼らはアテナの遺体をハーデスに献上すべくハーデス城へと向かった。そこに待ち受けていたのはスペクターたちの統括者である謎の女パンドラと最強のスペクターである冥界三巨頭の一人ラダマンティスだった。さすがはかつて最強を謳われたゴールドセイント、よくぞ12時間以内にアテナの屍を抱いてきたもの。まあ日の出までに取ってこねばハーデス様にいただいた束の間の命も朝日とともに消え失せていく。お前たちも必死であったのであろうがな。さあ早くアテナの死に顔を見せよ。死体はどうした？パンドラ、後ろを取らせてもらった。知っているように俺の剣はエクスカリバーだ。ちょっとでも動けば首が落ちるぞ。首と胴がつながっていたければハーデスのところまで連れて行け。ハーデス様に会って何とする？もちろん首を取る。今度は本当に我らの意志でな。なるほど、見上げたものよ。さすがはアテナのセイント。今まではすべて我らを欺く偽りの行動だったということか。だがお前たちは大事なことを忘れていないか。わずかに残っていた力も急激に失われていく。何を、一体何をした？私は何もしていない。ただお前たちはあの天窓から差し込む夜明けの薄明かりを浴びたに過ぎない。ハーデス様からいただいた12時間の命、その命の消え去る時が来たということだ。一つだけ答えよ。アテナは、死んだはずのアテナはどこへ消えた？アテナが神とはいえ、その体は生身の人間に過ぎ、死んだ人間が行くところは死の国へと決まっている。まさかアテナはハーデス様と差し違えるつもりか。伝令、これよりこの地上のハーデス城を捨て全員冥界へ向かう。一刻も早く冥界のハーデス様を守る体制に入るようスペクター全員に伝えよ。サガよ、残念だがアテナの思い通りにはならん。ここがハーデス城。先に行ったゴールドセイントたちのコスモを追ってここまで来たものの、彼らは一体どこへ行ってしまったんだろう。あなたたちは。我が師カミユ、ヒョウガ、シュラ、シリュウよ、忘れるな。サガ、お前たちには先輩として、ゴールドセイントとして何も残してやることができなかった。だがせめて。分かっている。僕たちはせめてあなたたちの魂を引き継ごう。そして忘れない。
この時代に死してなお正義を守り通そうとした黄金のセイントが言ったことを。お前たちは言わずと知れたアテナのセイントだ。これからはお前たちが苦しむ番だぜスペクター。怪我をせぬように教えてやるが、このハーデス城にはハーデス様の結界が引かれている。故にここに入り込んだ敵はその結界に触れ、自己の力を大量に失ってしまうのだ。お前たちセイントの中で最強と言われるゴールドセイント、そのゴールドセイントのアイオリア、見ろ、ムーですら手も足も出ず、先ほど3人まとめてこの俺に視界の穴へ叩き落とされたばかりだ。なんだって。分かったらおとなしく去るんだな。我々は今から冥界へ赴き、アテナの印をあげてこねばならんのだ。スペクターたちが地下へ通過穴へ入っていく。待て、逃がすな。一人で深追いするな、セイヤ。俺たちも行くぞ。待て、死ぬ気かお前たち。あなたは。このコスモは我が体温あるローシライブラの同子、ハーデスの意志に守られているスペクター以外の生身の人間がこの穴へ落ちたら自殺に等しい。二度と生きては戻ってこれんのだ。しかしそれではせよ。残念だがこのまま死んだかもしれん。しかし聖夜がもしも落ちていく途中で荒屋敷エイトセンシズに目覚めたとすれば、生きて冥界までたどり着くことができるかもしれん。エイトセンシズ。それではアテナは無論のこと、シャカもそのエイトセンシズを発揮して死ぬことなく生きながら冥界へ行ったというのですね。そうじ。ハーデスは用心深い。地上が完全に自分の支配下に置かれるまでは絶対に冥界から出てくることはなかろう。そんなハーデスを倒すにはアテナ自身で冥界へ乗り込んでいくしかない。アテナもシャカも戦いを放棄したのではないと一体意味が、これでようやく分かったぞ。お前たちがハーデスと戦うためには生きたまま冥界に行かねばならん。つまりエイトセンシズに目覚めねばならん。それができるか。お言葉ですが老師、できてもできなくてももはや俺たちに後戻りはできません。冥界へ向かったアテナにアテナのクロスをお渡しするというシオンから受けた使命を果たさなければならないのです。そうだ、セイヤだってきっとエイトセンシズに目覚め生きて冥界までたどり着いたはずだよ。うん、俺もそう信じる。よし、コスモを最大に燃やせ。奇跡を起こせ。生きて冥界で会おう。目覚めよ、エイトセンシズ。目覚めたカノン。冥界、そこは冥王ハーデスが支配する死の世界。
エイトセンシズに目覚め、冥界に降り立った聖夜はシュンと合流してアテナの元へと急ぐ。途中、天栄星バルロンのスペクタールネの力により窮地に陥るものの、突如としてシュンが見せたハーデスの面影とジェミニのゴールドクロスを装着したカノンの元老剣によって救われる。しかしそこにまたしてもラダマンティスが立ちふさがるのだった。カノン、あんたほどのセイントが味方になったなんて、こんな心強いことはないぜ。味方？私がいつお前たちの味方になったと言った？確かにアテナに忠誠を誓った。しかしお前たちの味方になった覚えなどない。ましてや女子のように感傷的なものなど足手まといになるだけだ。アンドロメダ、先ほどのお前の戦いぶりは何だ？目の前の敵を傷つけることを恐れてどうする？その敵を倒さなければ、次にはその敵によってもっと多くの罪のない人々が傷つけられていくのだぞ。カノン。そういうこの私も、かつては悪に染まったの。偉そうなことは言えぬが、しかし、たとえ敵とはいえ多くの者を傷つけたことが罪になるのなら、この世の邪悪をすべて片付けてから、神の裁きを受けようではないか。それまでは戦い抜くのみ。さあ、わかったら早く先へ行け。わかった。先へ行くぜ。カノン。かつてはポセイドンまで手玉に取った邪悪の貴様がセイントに説教とは片腹痛い。確かにその通りだ。だが今の私はアテナのセイントだ。これからはアテナのため、正義のため、戦い抜くのみ。ちょろついておるわ、ゴールドセイントの大ネズミが。ラウンドワン、ファイト。かつては神さえも…ジェミニーカノン、貴様の失礼。見せてもらおうか。冥界三脚で、今日は冒険ワイバーンのラダマンティス。相手にとって不足はないようだ。体が悪い。冥界にはハーデスの結界もないようだな。ならば本来の力を発揮できなかった。ミロやアイオリアたちのようにはいかんぞ。貴様は冥界にはどうした？俺がムーたちを倒せたというのか？そうでなければ彼らがあっさりお前ごときにやられるわけがあるまい。俺たち見せてやるぞ、真のゴールドセイントの力を。皆さん、ギャラクシアメイカーレイテストコーション。よし、おかわり。少子レイテストコーション、レイテストコーション。このカノンの敵ではない。少子グレイテストコーション。グレイテストコーション。このカノンの敵ではない。落ちろ、時の狭間に。ゴールデントライアングル。邪魔だ。ラウンド2ファイト。ギャラクシアエクスプロージョン。うるさい。皆さん、オーラどうした？僕と味わえ。うるさい。皆さん、
この黒き谷間では逃げ場がないぞ。そこへ落ちるか、俺の剣を受けるか、二つに一つだ。それは貴様も同じことだぞ。アダマンティス、見るか、星々の砕ける様を。見るか、星々の砕ける様を。さあ、元老剣を受けるがいい。アダマンティス、アダマンティス、俺案内してもらう。これほどとしてやろう。ただし地獄への案内よな。見るなよ、カノン。これほどとは、これほどとは、グレイテスト交渉。その程度か。この程度。グレイテスト交渉。さすがは百発百中の最強を誇る三巨頭の一人、ワイバーンのラダマンティスよな。実力の差に今頃気づいても遅い。死ね、カノン。今こそこのカノンの実力を見せてやる。その程度か。ファイナルラウンド、ファイト。グレイテストコーション。黒い。グレイテストコーション。アナザーディメンション。バカめ。これほどとは。として戦い続けるのみ。これがゴールドセイントの力だ。なんだ今のは。体が動かん。先ほどルネとやらにかけた元老剣は単に幻覚を与えるだけだった。伝説の魔剣元老魔王剣はその日ではない。かかったやつは与えられた人間を殺さぬ限り目が覚めんのだからだ。それにかかってハーデスの元まで行ってもらおうか。バカな。この俺の手でハーデス様の首を落とさせようというのか。その方が手間が省けて助かるというもの。だが安心しろ、元老魔王剣はこれからだ。さあ受けろ。うわなんだこの気配。ラダマンティス、貴様の配下のスペクターどもか。お前たちなぜ来た。はパンドラ様から大至急ラダマンティス様に来られるようにとの伝令が何度もございましたので。アテナを慕ってセイントたちまで何人か入り込んだ。俺はその者たちを先に片付けると言ったはず。はあ、
そう申し上げたのですが、すでにミーノス様、アイアコス様、お揃いになってコキュートスでお待ちしているとのこと。パンドラ様は相当待ちくたびれているご様子ですが。わかった。カノン、戦いはひとまず預けておくぞ。決着はこの次に必ず。